さんこんにちは、松本恵奈です。今日はですね、9月のルックブックをちょっとやっていこうかなと思ってるんですが、9月になってくると可愛い素材がもっと使えたりとか、あとニットとか歌とかも出てくるので、もうおすすめしたい商品がねすごいたくさんあるので、ぜひ楽しみにしていてください。ということでレッツゴー。はい、じゃあまず1体目がこちらのベロアのミニワンピースを作りました。これは私大子が作りたくて作ったアイテムなんだけど、もう結構短めのバルーンワンピースで、色がブラウンとブラックの2色展開になります。こっちもめっちゃ可愛い。はい、でもね、上品な光沢感があるベロアで作ったんだけど、もうこんなの着てたら可愛くないって言っても大盛り上がりしながら作ったミニワンピースになります。ちょっとこのスカート部分がちょっとバルーンになっていて前上がりになってるんだけど、そこもねすごい可愛いし、私は今ミニワンピで着てるんだけど、中にさベーシックタックパンツとか履いてもらったり、スキニーとかね細めのパンツ合わせてもらってもすごい可愛いし、結構ねいろんなアレンジをしながら着ていただけるワンピースになります。でウエスト位置も意外と高めにもあるので、結構バランスも取りやすいし、小柄の方でも合わせやすいアイテムになっております。で袖はあえて8分丈にしていて、ちょっと時計とかブレスレットちらっと見えるぐらいの袖丈になっているのと、カシュクールデザインになっているので、ちょっとねスッキリしていてバランスもよく見えるし、あとこの同素材でねタイをつけているので、こんな感じで首にチョーカーっぽく巻いてもらっても可愛いし、頭に巻いてもらったり、結構いろいろアレンジできるのでこちらもポイントです。取ってきてもらっても可愛いです。はい、で合わせているソックスなんだけど、私が履いてるのがブラックなんだけど、こちらがベージュを作っております。ちょっとスキンな感じでヌーディーでめちゃくちゃ可愛くて、私このソックスめちゃくちゃおすすめです。はい、1体目でした。バイバーイ。じゃあ次2体目がこちらのアウターですね。これがもうね、私もめちゃくちゃおすすめで、クラネのスタッフたちももうねすっごいお気に入りの、もう大人気ベスト3ぐらいに入るアウターなんだけど、このブルーもすごい可愛いし、ブラックもめちゃくちゃ可愛いし、私が着てるこのアイボリーもとっても可愛い、3色全部可愛いシャツアウターになっております。でこの素材も日本の桐生で織り上げられた、もうクラネオリジナルの素材になっております。どの色もさすごい可愛いでしょう。でこのねシャツジャケットなんだけど、この凹凸感で総柄を作ってる、すごいクラネらしいね一枚になってるんだけど、すごい本当に軽くてめちゃくちゃ着心地もよくて、取り扱いも簡単だし、結構さらっと羽織れるのでとってもおすすめの一枚になっております。素材に中綿が入っててふわっとしてるんだよね。ふわっとしててこの総柄感で、もう形がめっちゃベーシックなんだけど、なんかそういうテクニックでクラネらしさを出してるので、私はもうすっごいお気に入りの一枚になっております。ちょっと寒くなってきた時にもさらっと羽織れるし、アウターの中とかに入れてシャツ感覚で入れてもらってもすごい可愛いので、本当にめちゃくちゃ使えると思います。はい、でここにねサングラス引っ掛けれるようになってるので、よしよしよし、こんな感じでかけてもらっても可愛いんじゃないかなと思います。はい、でこちらねアームホールも広めになってるので、中もすごい分厚いニットとか着てもらってももうノンストレスで着れるし、結構もう中何でも着れちゃうので、すごく着心地もよく着ていただけます。ジップのポケットもついているので、こんな感じでこう 手も入れることができるし、胸元にポケットもついております。でもう一個ポイントがあって、ここの袖部分に隠されてるんですけれど、ちょっと近くで見よっか。この袖の部分にこうジップがね隠されてるので、こんな感じで袖を取ることができます。でちょっと袖を取った時は肘が見えないぐらいの長さで、半袖のオーバージャケットみたいな感じで着ていただけるので、結構ほんと肌寒い時なんか羽織りたいなぐらいの時に、長袖はまだ暑かったりしても袖なしでも全然可愛く着ていただけるので、これねすごいもう発明ですね。これはもうこんな感じでです。可愛かったでしょう。これでもうこのねシャツジャケットもすごい可愛いんだけど、素材がすごい可愛かったからね、このワンピースも作りました。でこのワンピースはちょっとベアタイプで、一応肩紐もついてるんだけど
けど、あのお形状になったりちょっとパーティーだったりそういうシーンにも使っていただけるし、あの中ハイネックとか入れてもらっても可愛いので、ちょっと上にいくつか写真を載せておきますね。はい、次これもねめっちゃ可愛いんだけど、このボーダーのトップス、ちょっとこのさ肩のところがポイントなんだけど、ね、こちらがホワイトとブラックとボーダーのミックスの3色展開になります。これもねほんとオーバーサイズで、もう抜け感あってゆったりしたトップスなんだけど、ちょっとさこのオーバーサイズでちらっとこの肌が見えるところがヘルシーで、もう大人の肌見せトップスですね。はい、でこの肩のところがポイントなんだけど、もう超ドズメの天軸で、あの編んでて、結構カジュアルさもあるけどちょっとモード感もある素材で作っております。本当にゆったりとダラーンとした感じで着てもらって、可愛い1枚なんですが、こんな感じでお尻もすっぽり隠れるようになっております。なんか意外とねあるようでない感じのカットソーなので、私これはね3色欲しいんだよね、実は。苦いやろ。苦い。私意外とあのこのトップスはちょっと3色欲しいなと思ってるぐらいお気に入りのトップスになります。はい、で次がじゃじゃん、こちらですね、ベーシックタックパンツ。これはもうほんとクラネの定番中の定番アイテムなんだけど、今季のカラーがブラウンと、よいしょ、ベージュ、ブルー、ブラック、ブラウンの4色展開です。このねベーシックタックパンツは私はね結構いろんな色持ってるんだけど、ブラウンは持ってなくて、今季のねスタイリングにブラウンがめっちゃ使えたので、私今季はちょっとこのブラウンを買おうかな、買い足そうかなと思っております。はい、2体目こんな感じでした。3体目がこちらのクラネ定番のヤクニットアップデートしたバージョンなんだけど、今季はこちらの3色で作っております。ベージュとモスとグレーの3色展開になります。はい、でこちらがヤクコン素材で、本当に柔らかくってとっても肌触りがいい風合いになっております。優しい色味もねとても綺麗です。はい、で今年のヤクニットがこういう感じのデザインになってるんですが、シルエットはすごくシンプルで、丈感もベーシックな丈感になっております。でちらっとこうね肌見せされているデザインになってるんだけど、今年のねヤクニットがちょっとアップデートされていて、ボレロとベストがドッキングされたデザインになっております。であのボタンで留まってるんだけど、ボタンを外すとちょっとこういう感じで、さらにボレロがちょっとオフショルダーっぽくなってくれて、女っぽい雰囲気でも着れるし、ここのフィンガーフォールもとっても可愛いです。でもねあったかいし親指出すことができます。しかもくるくるポン、はい、ボレロを取り外すとベストとボレロがこう離れるので、こっちはこっちでねボレロとして使っていただけるし、ベストはベストでほんといろんなものレイヤーして使っていただけるし、1枚でねちょっとこうノースリーブトップスみたいな感じでも使っていただけるので、もうね着回し力抜群な1枚になっております。でこのボレロはよいしょ、邪魔だったらこうやって巻いてもらってもいいし、寒い時は首にねちょっとマフラーっぽく巻いてもらったりしてもいいし、本当にねすっごいいろんな着方ができるのでめちゃくちゃおすすめです。はい、で次がですねこちらのスカートです。スカートがクラネがよくやるボリュームスカートのちょっとウエストがスッキリしたバージョンのスカートなんだけど、色展開がベージュとブラックの2色展開になります。はい、で腰回りがもうすごいスッキリしてて、ちょっと下らへんからあのボリュームがバフッとなってる、ちょっとモード感のあるスカートになっていて、素材はねコットンナイロンで、シャリみもあってモード感あるスカートになっております。身体にあのアウトしてこういう感じで合わせてもらってもいいんだけど、インしたりしてもすごい可愛いし、大きめのニットをバサッと合わせてもらっても、なんかこの辺がスッキリしてるのでモゴモゴすることなくあの綺麗にしていただけるので、こちらもねとてもスタイリングいろいろ合わせやすいスカートになっております。はい、3体目でした。
次4体目が私がすごく気に入ってるこちらのパーカー、ボンディングされたパーカーですね。はい、でこれが、はい、ブラックとミックスの2色展開です。こうやってね、これ、はい、これがウールライクなあやめ素材と天軸とカットソーをね、こう接着したボンディング素材なんだけど、すっごいね、モードで可愛いの。でもボンディングされてるから本当にシルエットもしっかり出てくれるし、張り感もあって、あのパーカーってすごい私カジュアルで普段あんまりね着ることがないんだけど、これは着たいって思ってます。これはね、もう2色欲しいぐらいも大好きで、もうすごい着心地もいいんだけど、ちゃんとモードでしょ、ちゃんとモードで、あの大人っぽく着ていただけるので本当にめちゃくちゃおすすめだし、結構ね動きやすかったりするので、ママさんとかにもおすすめのラインナップになっております。でジップもね、あの厄介ファスナーになってるので、ボトムもねちょっと見せてバランスも取りやすかったりとかするので、オーバーサイズでも小柄の方でもあの綺麗に着ていただけるシルエットになっております。でアームホールも広めに取ってるので、寒くなってきても中に分厚いニットとかも全然着ていただけるし、結構軽くて着心地もいいので、もうぜひチェックしてみてください。はい、でポケットもございます。はい、でフードの形もねすごい可愛いので、寒かったらバシャッとフードをかぶってみてください。でよいしょ、中に着ているのが、あの去年も出してたのかな、肩パッドがついているすごい形が綺麗なニットトップスなんだけど、色もすごい可愛かったし、私前色持ってたんだけど前色めっちゃ使えたので、もう去年と同じ色展開でお作りしてます。ベージュとブラックとアイボリーの3色展開になります。すごいね、なんか腕もね結構細めなんだけど、めっちゃスタイルよく見えるので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、で私が履いてるこのね約 100% のレイヤースカートになるんですが、こちらが先行いっぱいでもすごい大人気で、マジでめっちゃ履き心地もねすごい気持ちよくって、このミニスカートパンツなんですが、こちらがこうミニスカートの中にねショートパンツが内蔵されているので、あの結構安心感もあるし、めちゃくちゃ履き心地がよくってとっても可愛いです。でもこれは結構もう本当にすごい短い丈で作ったんだけど、中からショートパンツがあえてちょろっと見えてるこの感じもすごい可愛くて、私はもう絶対2色欲しいんだけど、気になる方はチェックしてみてください。はい、こんな感じで4体目でした。バイバーイ。次5体目です。5体目はもう大人気のシャギーカーデですね。でこちらがふわふわのグレーとベージュと今回ピンクを作っております。どれもすごく可愛いです。はい、で今期のシャギーカーデは今までねオーバーサイズで作ってたんだけど、今回初めてちょっとショート丈でワイドなシルエットでアップデートしております。すごいシルエットもねコンパクトで、あの鮮度もあってめちゃくちゃふわふわで可愛いです。はい、こんな感じですね。ちょっとショート丈になったことでスカートとも相性が良くなって、あのパンツスタイルでも合わせやすくて、結構スタイリングの幅ちょっと広くなったかなと思っております。で今回はこのループの大きなブークレシを描いてちょっと毛を出しているので、あのいつもよりちょっとこの毛の長さが特徴的で、膨らみ感も表現しております。すっごいふわふわで、いつもよりねちょっとこうニュアンスがちょっとねふわふわ感が違うんだよね。ボタンも配色で作っております。もう本当にふわふわですごい着心地もいいし、あの冬でもあったかいので、もうこちらもぜひチェックしてみてください。かわいいです。はい、私がね今中に着てるのがコンフォータブルトップスのハイネックバージョンなんだけど、今季も作っております。もうこれも定番で人気アイテムで、シルクコンで本当に肌触りがいいトップスなんだけど、1枚で着てもらってもかわいいし、こんな感じでインナーとして使いやすいので、あのこれもね本当1つ持ってたら絶対使えるアイテムになっております。あの今着てるのがハイネックバージョンなんだけど、クルーネックバージョンも作っているので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。とってもおすすめです。はい、で次がストレートスカートですね。このスカートもすごいかわいいんだけど、よいしょ、色がこちらの3色展開で、ホワイト、グリーン、ブラックの3色展開になっております。でこちらがあやめのウールコン素材を使用しているので、重厚感もあるし、あのカジュアルさもありつつモード感もあるスカートになっております。
のこのねストレートスカートは普通にパンツ仕様にしているのでお腹周りもそんなに目立たないし、あのシルエットもそこまでタイトっていうよりストンって落ちてくれていて、あの程よくカジュアル感もねあるので、すごい普段使いしやすいスカートになっております。こういうストレートスカートはあの結構スタイリングでもすごい使えるんだけど、程よくカジュアル感もあるしモード感もあるので、結構シーン選ばずね、あのどんな時でも履いていただきやすくて、めちゃくちゃ使いやすいスカートになっております。結構ねスタイリングでもめっちゃ合わせたんだけど、ほとんどどんな服にも合うのでぜひチェックしてみてください。はい、5体目でした。バイバーイ。6体目がちょっと久しぶりかな、こういうワンピース、あのクラネらしいね、あの日本の桐生で織り上げたクラネオリジナルの生地のワンピースでございます。とても綺麗に作れました。はい、こちらがもうベージュとブラックの2色展開で、はい、こちらがほんのりとね透けるオリジナル中にね細かなフリンジのように見えるカットジャガード技術で総柄を表現した素材になっております。めっちゃ可愛くない？すごいこだわって作ったの。はい、でこのワンピースなんだけどドットと花柄をミックスさせた柄になっていて、ちょっとねドット部分が透け感をより出すことであの立体感を出しております。ちょっとさこの細かなフリンジもすごい可愛くて、本当に生地がスペシャルに可愛いアイテムになっております。生地がすごい可愛いからシンプルなシルエットにしたかったんだけど、ウエストに切り替えとかもねない方が可愛いかなと思ったので、あえてちょっとこうギャザーで寄せていて、ウエスト位置を高く細く見えるようにあのスタイルアップ効果を出しております。大人ってこのシルエットもさすごい可愛くて、形状とかにもとってもおすすめなので、こちらもぜひチェックしてみてください。こちらのワンピースがちょっとね透け感があるワンピースなので、ペチコートをセットでつけております。ベージュにはベージュのペチコートがついていて、ブラックにはブラックのペチコートがついてるんだけど、あえてちょっと短め膝上ぐらいのペチコートの丈感になっているので、この足元がねちょっと透ける感じもとても綺麗で可愛いです。はい、こんな感じです。6体目でした。バイバーイ。次7体目がこちらのオーバーニットなんですが、これもねめっちゃ可愛い。はい、はい、で色がホワイトとグリーンと私が着てるのがミックスの3色展開になります。私はねこのミックス絶対欲しいんだけど、白も可愛かったんだよね。白も可愛かったの、グリーンはまだ着てないんだけど白も可愛かったので、ミックスもすごい可愛くて、まあ、どっちかは欲しいなと思っております。はい、で光沢感のあるモール紙と膨らみ感のあるブークレ紙を引き揃えて編んだ糸を使用しているので、ちょっとね表情感があってとても可愛いです。こちらのニットがもう本当にゆったりとストーンとして、ちょっと落ち感が綺麗なニットになってるんだけど、シルエットはしっかり出ていて、まあ、私これすごい大好きなんだけども、シルエットもオーバーサイズでお尻もすっぽり隠れるサイジングになっております。クラネではちょっと珍しいんだけどラグランスリーブになっていて、で襟元なんだけどこうちょっとね自然にロールされるようなデザインに作っております。可愛いよね。私が着てるのがミックスなんだけど、ミックスは色差が分かるようにブラックとベージュで2色でちょっとこうミックス感を出してるんだけど、すごい糸の感じもねすごい可愛いです。はい、次私が履いているこのすごい丈が絶妙で可愛いパンツなんだけど、ウエストがローウエストでちょっと大人っぽい遊びアイテムですね、これが。で色がブラックとキャメルの2色展開で、細めでねストーンとした形がすごく可愛いので、ちょっとこういうオーバーニットとかと合わせると鮮度が出ておすすめです。はい、こんな感じでした。バイバーイ。8体目です。8体目がですねこちらの A ラインの金ボタンがポイントのトップスなんだけど、色がネイビーとベージュの2色展開です。めっちゃ可愛くない？ベージュもすごい可愛いよね。ネイビーもすごい可愛いんだけどベージュも好きです。はい、でこのねトップスが
がもうこの金ボタンがねすごい丸っこいね金ボタンがついてるんだけど、 A ラインであやめが効いたね素材でちょっとハリ感がある素材で作ってて、このシルエットもすごい可愛いしモード感があるトップスになっております。で私は今パンツと合わせてるんだけど、着れる方はねあのミニワンピで着てもらってブーツとかで合わせてもらってもめちゃくちゃ可愛くて、私はねこれネイビー欲しいんだ、いろんな着方したいなと思っております。ほらシルエットがさ可愛いでしょ、意外とボリューミー。ラインもね少しアメスリっぽくなっていて、こんな感じでシャツを入れてもらってもゴワゴワしないぐらいのこの空きもあるので、結構もう中にシャツだったりハイネックだったりいろんなもの入れてもらえるのでとてもおすすめです、はい、こんな感じでボタンも可愛いです。はい、で次がこちらの先行予告でもね大人気だったフーディーシャツですね。はい、で色展開がアイボリーとネイビーの2色展開になります。どっちもねすごい使いやすいんだけど、まあ一番使えるのは白かな。でこのね落ち感がすごく綺麗な素材で作ってるシャツにこのフーディーをつけてそのままタイにつながってるんだけど、こんな感じで前で結んでもらってもすごい可愛いし、くるってマフラーみたいに巻いてもらったりしてもすごい可愛いし、結構コーディネートのポイントになるので1枚あるとすごく使いやすいと思います。やっぱこのテロッとした落ち感の綺麗な素材にフーディーがついてるっていうところがすごい可愛くて、フーディーもねなんかこう被ってもらっても可愛いし、これをキュッキュッて後ろに垂らしたりしてもらっても可愛いと思います。はい、で合わせてるボトムはベーシックタックパンツのブラックですね。もうブラックは絶対に1本持ってた方がいいと思うので、持ってない方もぜひチェックしてみてください。はい、8体目でした。バイバーイ。次ラスト9体目です。かわいいこちらのパールのセットアップなんだけど、はい、色が私が着てるのがチャコールグレーとあとアイボリーの2色展開になります。このねセットアップは本当先行予約会でも本当にあの大人気だったアイテムなんだけど、すごい今季の中で一番クラネらしいアイテムかもしれないです。もう全体的にパールがあしらわれてて、ちょっとねこの膨らみ感のあるパールがついてるんだけど、ちょっとねモードさもあって可愛さもあってもうたまらなく大好きなアイテムになります。サイズ感がもう結構オーバーサイズでちょっとかっこよく作ってて、あのメンズライクなシルエットになってるんですが、こんな感じで、ね、かっこよく作りました。で右脇にボタンがついてるのでここでボタンを止めるとちょっとウエストがシェイプされて女性らしいモードなシルエットに着ていただくこともできるし、あとねここにボタンがついてるのでラペルを閉じて着ることもできます。こんな感じ、もう寒い時はね首もあったかいしちょっとモードな印象で着れるのでラペル閉じてもとてもかっこいいです。でパンツはもうねあのストレートシルエットでワンタックで本当美脚に見えるシルエットになっております。結構ねパンツはねあのパールが全面についてるんだけど、シンプルなニットと合わせたりしたらすっごい可愛いからめちゃくちゃおすすめです。私これはもうセットアップでオーダーしてあります。はい、9体目でした。バイバーイ。ということで皆さん9月のルックブックいかがだったでしょうか。まあ、私やっぱり AW ってすっごい好きな季節だから、やっぱり9月ぐらいから本当に欲しいものがいつもの3倍ぐらいになるんだけど、今回紹介したやつももうおすすめアイテムがたくさんあるのでぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺でバイバーイ。